ジャ,ま、ジャマール・アフマド・カッショギ、または、ジャマール・アフマド・ハーショグジーは、サウジアラビアのジャーナリスト、批評家、作家で、アル・アラブ・ニュース・チャンネル・エール、アラブ・ニュース・チャンネルの全管理者である。サウジアラビアの近代化論者とされる。2018年、サウジアラビア総領事館内で殺害されたとみられる。ジャマール・アフマド・ハーショグジーは、1958年10月13日に、 サウジアラビア王国のメディーナで生まれた。ジャマールの父系の祖父のムハンマド・ハーリド・ハーショグジーは、サウジアラビア人女性と結婚した、トルコ系サウジアラビア国籍人であり、サウジアラビア王国を建国した、アブドゥルアジーズ・アル・サウード国王の主治医を務めた人物である。ジャマールの父系の親族には、イランコントラ事件との関わりが取り沙汰された、武器商人、アドナーン・ハーショグジーがいる。 アドナーンは1980年代前半に米ドル換算で40億ドル相当の資産を保有していたことで知られ高い社会的地位を築いていた。なお、アドナーンは祖父がユダヤ系であると言っていたことがある。また、ダイアナヒと共に自己死したドゥーディファイドも不系の親族である。ジャマールは初等教育から中等教育までをサウジアラビア国内で受け、 その後、アメリカ合衆国のインディアナ州立大学で経営学を学び、1982年に学位を取得した。ジャマールと最初の妻との間には息子が2人、娘が2人いる。そのうちの3人はアメリカ合衆国の市民権を有している。ジャマールの子女4人はジャマールの暗殺後、サウジアラビア国外への出国が制限された。 ジャマール・ハーショグ・ジーは1983年から広告代理店のティハーマグループの参加企業の一つ、マクタバート・ティハーマの地域マネージャーとして自分のキャリアをスタートさせた。その後、1985年から1987年まで日刊サウジガゼットのリポーターやオカーズのアシスタントマネージャーを経験した後、1987年から1990年まで、 アッシャルクル・アウサトやアルマジャンラなどのアラビア語新聞で記事を書いた。1991年から1999年まではアルマディーナで編集長兼主筆代理を務めた。この間、ジャマール・ハーショグジーは中東地域担当の特派員としてアフガニスタン、アルジェリア、クウェート、スーダンへ赴き湾岸戦争などを取材した。なお、ソ連進行下のアフガニスタンでは サウジアラビア総合情報庁とアメリカ合衆国の情報員として活動していた。ジャマール・ハーショグジーは1999年にサウジアラビアの主要な英字新聞アラブニューズの副主筆に任命され、2003年には代表的なリベラル系日刊紙アルワタンの編集長となった。リベラルな社風で知られるワタン氏は2003年5月22日付紙面に イブンタイミーや親輸する記事を掲載したが、宗教保守層の怒りを買い、シ所ギは、サウジアラビア情報省によってこの事件の責任を取らされる形で解雇され、結果として、わずか2ヶ月の勤務となった。その後、ロンドンに拠点を移した。その後、メディア担当補佐官として、後に、在米サウジ大使となるトゥルキー・ビンファイサル・アル・サウド、王子に仕えた。二千七年四月から、 ワタン氏の二度目の編集長として勤務し始めたが、2010年3月に再び辞職した。ワタン氏は辞職理由を個人的な事業に専念するためと発表したが、王政の厳格なイスラム法に批判的な記事が原因で強制的に辞職させられたとする報道もある。カショギは1980年代からオサマ・ビンラディンの生涯を追っており、幾度か取材している。カショギは、 ビンラディンのイスラム主義者としての時期から知り合っており、ビンラディンはソ連軍に対しアフガニスタンで戦闘を行った1987年に取材している。トラボラのほか、最終的にはスーダンで面会している。かつて、カショギがビンラディンに暴力を止めるよう説得したことがあったとする報道がある。2016年12月、イギリスのインデペンデント紙は、 ミドルイースト愛のリポートを引用し、カショギがアメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプを批判したことが原因でサウジの権力者が出版やテレビへの出演を禁じたと報じた。2018年10月2日、カショギはトルコ・イスタンブールにあるサウジアラビア総領事館を訪れた後、行方不明となった。トルコ当局は カショギーが同館内で殺害されたとの見方を示した。サウジアラビアの裁判所による死刑判決の言い渡し2019年12月23日、サウジアラビア裁判所は容疑者5人に対し死刑判決を言い渡した。ただし関与が疑われたムハンマド・ビンサルマーン、皇太子の側近二人のうち一名は不起訴、もう一名は無罪判決となった。この判決を受け、 事件の調査を担当した国連のカラマール特別報告者は実行犯には死刑が言い渡されたが黒幕はほとんど捜査されていないとサルマン皇太子の関与が否定されたことを非難。国境な危機者団、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルなども批判のコメントとさらなる調査を求める声明を発表した。カショギの遺族が御社の意向を 表明2020年5月22日、カショギーの息子によって、ラマダンのこの聖なる夜に、殉教者、ジャマルカショギーの息子である私たちは、父を殺した人々を許し、恩赦を与えることを発表するという内容の声明が出された。この恩赦の表明により、イスラム法に基づき、死刑の執行がされない可能性が浮上している。ただし、カショギーの元婚約者は、 国悪非道の犯罪に責任を負うべき人々を無罪放免する国際法やサウジの法律、イスラム法などないと非難している。ジャマルは、ジャマール、カショギは、カーショギー、ハーショグジーとも。保坂修士によれば、ハーショグジが原音のアラビア語ヒジャーズ方言に近く、カショギという表記は、ジャマールの親族アドナンカショギが報道された際に、日本語メディアがアラビア語を参照せず、 ローマ字への転写に引きずられて生まれたものだという。ジャマールカショギが、ジャマールハーショグジーであるべき理由。https コロンスラッシュスラッシュ www.newsweekjapan.jp スラッシュ h o s a k a スラッシュ2018スラッシュ1 a スラッシュ p o s t 2 4 1 p h p 2 0 1 8年10月23日。 閲覧、ジャマル過処理殺害事件に関するカテゴリー、ありがとうございます。